広報岐阜2017年5月1日号新緑の美しい時期になりました皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう信長公の愛した岐阜長良川鵜飼5月11日木曜日開幕市長の元気宅配便第322回 協賛事業岐阜長良川鵜飼お知らせ就学に関する学習会参加者募集5月は宅地防災月間そのほか案内視覚障害者のための転訳・音訳ボランティア養成講習会障害者向けパソコン講座基礎編 などのご案内以上です信長公の愛した岐阜長良川会5月11日木曜日開幕1300年以上の伝統を誇り織田信長公をはじめとする時の権力者に保護されてきた岐阜長良川迂回区内庁式部職である鵜将が 代々世襲で親から子へとその技を受け継いできました伝統装束に身を包んだ武将が洗練された棚輪裁きで鵜を操ります漆黒の闇の中かがり火の明かりだけを頼りに武将と鵜が一体となり愛を追う姿は見る人々を幽玄の世界へいざないます開催期間 5月11日木曜日から10月15日日曜日まで市長の元気宅配便第322回ますます熱い信長公のおもてなしが息づく長良川鵜飼い,いよいよ開幕市長細江重光 信長公入場、岐阜命名450年で、ますます盛り上がる岐阜市では、平成27年4月に、信長公のおもてなしが息づく戦国城下町、岐阜が、日本遺産第1号に認定されました。おもてなし名人の信長公は、茶のお手前、農学、 荒々しく削った岩肌を背景とした庭園、信長御前とも言われる三階の珍味に趣向を凝らした料理の数々など様々な方法でお客様をもてなしました。中でも特筆されるべきは長良川鵜飼によるおもてなしでしょう。信長公の嫡男信忠と武田信玄公の娘松姫の婚約にあたり、 お祝い物を持ってきた新玄公の使者を長良川迂回でもてなし新玄公へのお土産の鮎を信長公自ら選んだとの記録が残っていますさて5月11日に開幕する今年の長良川迂回は杉山正彦鵜将を新代表に迎え昨年は5層だった産船を 今年は6層に戻す方向で準備が進められております。今年のうかいも、折からの観光ブームを追い風に大いに頑張ってくれるものと期待しています。国の内外からのお客様をもてなすべく、今年からはトップにうかいの動画を配したホームページの多言語を図るとともに、 英語による予約やクレジットカード決済も可能になりました2020年までに訪日外国人旅行者数インバウンド4000万人達成を目標とする国の施策を受け本市でもさらに受け入れ体制の充実を図っていきます平成17年4月に長良川プロムナードが完成し それまでせっかくの迂回を台無しにしてきた車のヘッドライトの行列がなくなり、本来の漆黒の闇の中での迂回が復活しました。今年は完成から12年を経過したそのプロムナードの改修工事を行いました。歩道と車道を無断差とし、カラー舗装により歩道を明確にするとともに、 ウカイ開催時以外に点灯させる街路灯を LED 化したため明るさは従来の2倍ほどになりました。これで夜も安心して散歩やジョギングを楽しんでいただけると思います。今年2月に今もウカイを続ける中国の雲南省大理市を訪問しました。ある調査によると 中国で迂回をやっているところは119カ所に上りますが、まだほとんどが漁業として行っているそうです。今回の訪問で、中国で数少ない観光迂回を開催する代理士と岐阜市が連携して、ユネスコの世界無形文化遺産登録を目指すことで合意しました。昨年8月には、 市民の皆さんによる長良川鵜会文化応援団が結成されました。平成27年3月に国の重要無形民族文化財に指定された長良川鵜会を世界の長良川鵜会に飛躍させるべくさらに頑張ろうではありませんか。450協賛事業岐阜長良川鵜会 時を経て、信長公の見た景色を楽しみ、信長公のおもてなしを感じる。開催期間、5月11日木曜日から10月15日日曜日まで。うかい観覧船申し込みのご案内。うかいは開催期間中、 毎年5月11日から10月15日、10月4日水曜日及び増水時を除いて、毎夜午後7時45分頃からご観覧いただけます。観覧時刻は時期やイベントなどの開催により変更する場合があります。観覧船にはバリアフリー船、掘りごたつ船、 夏休み限定のファミリー専用乗り合い船なども用意しています。観覧予定時刻は当日の新聞、ラジオ及び迂回観覧船事務所でご案内します。詳しくは市ホームページまたは岐阜長良川迂回ホームページをご覧ください。乗り合い船出船時間 A コース、午後6時15分。料金、税込み。前日、大人3400円。子供1700円。B コース、午後6時45分。午後7時15分。平日、大人3100円。子供1700円。 土曜日、日曜日、祝日。大人3400円。子供1700円。乗船日までに事務所で乗船券をお買い求めの上ご乗船ください。混み合う日もあるため事前予約をおすすめします。食事、飲み物はお持ち込みください。なお、子供は小学生以下。 3歳未満は無料です。貸し切り線。人数15人乗り。料金税込み4800円。20人乗り54400円。30人乗り81600円。40人乗り108800円。 50人乗り13万6千円出船時間午後5時30分から7時15分のご希望の時間に出船します乗船日に事務所から確認のご連絡をします当日事務所で乗船料をお支払いくださいなお長良川花火大会開催日の料金は 5割増しで抽選です。手ぶらでも安心、乗船料に弁当、飲み物をセットにした手軽で便利なおまかせパック、おまかせパックデラックス。乗船料に弁当、飲み物をセットにし、簡単な申し込み手続きで迂回観覧をお楽しみいただけます。おまかせパックに加え、 豪華なお弁当のおまかせパックデラックスも、個人やグループでお気軽にご利用ください。おまかせパック、料金、税込み、大人、中学生以上、5000円、子供、3歳から小学生まで、3000円。おまかせパックデラックス、大人、 八千円。子供、五千円。いずれも内容は、乗船、弁当、お茶一本。なお、追加の持ち込みもできます。開催日。おまかせパック。毎週月曜日から金曜日。ただし、六月十四日、二十八日、七月六日。 13日、17日、27日、8月2日、11日、14日、15日、24日、30日、9月18日、10月4日、9日を除く。おまかせパックデラックス。毎週火曜日から木曜日。ただし、 6月14日28日、7月6日13日27日、8月2日15日24日30日、10月4日を除く。申し込み。おまかせパックは乗船日前日の午前中までに。おまかせパックデラックスは 3日前までに電話で事務所へご予約ください。乗船日の午後5時30分から事務所で受付を行いますので、料金をお支払いください。午後6時15分に出船します。申し込み後の追加、変更、キャンセルは、乗船日前日の午前中まで事務所で受付ます。 おまかせパックデラックスの最小最高人数は6人です。夏休み限定、ファミリー専用乗り合い線、憩いの長良川線。運行日、7月22日土曜日から8月31日木曜日まで。出船時間、午後6時45分。 料金、税込み。大人、中学生以上。土曜日、日曜日、祝日。3400円。平日、3100円。子供、3歳から小学生まで。前日、1700円。なお、3歳未満は無料です。食事、飲み物はお持ち込みください。 申し込み問い合わせ先。電話、ファックス、インターネットで、港町1-2、うかい観覧船事務所へ。電話番号262-0104。ファックス番号264-2061。ホームページアドレス。 http://www.ukai-gifucty.jp:/ukai: i 新右賞代表が決まりました。岐阜長良川鵜会の右賞6人の新代表に、 杉山正彦さんが就任しました。杉山代表は、1300年以上の伝統がある岐阜長良川鵜飼を次世代に伝承していくことが我々の役目。鵜飼の魅力をより多くの人に理解していただき、市民にとって誇りと思えるような鵜飼文化を守り継いでいきたいと意気込みを語りました。鵜匠代表は、 呂章を宮内町や市とつなぐ対外的な窓口の役目を果たします。杉山正彦さん。経歴。昭和35年、岐阜市生まれ。昭和54年、宮内町式部職、呂章拝命。昭和58年、名古屋大学経済学部卒業。平成14年、 副代表就任平成29年右唱代表就任お知らせまずはじめに就学に関する学習会参加者募集特別な支援が必要なお子さんの小学校就学に関する手続きや相談方法について説明します 日時・場所5月24日水曜日は南部コミュニティセンター加納城南通り1-2026日金曜日は北部コミュニティセンター八代1-11-1331日水曜日は 岐阜メディアコスモスつかさ町40-56月12日月曜日死体不自由のあるお子さん向けは希望が丘子ども医療福祉センターのりたけ1816-1時間は午前10時から11時30分 6月12日は午後1時30分から3時。対象者、市内在住の4歳5歳、年中、年長、児の保護者。申し込み問い合わせ先。1、幼児支援教室、児童発達支援センター。 事業所をご利用中の人は各施設などへ。1以外の人は参加申し込み書を5月2日火曜日から12日金曜日に郵送、筆着、またはファクスで、子ども・若者総合支援センター、郵便番号500-8813、 名特町11電話269-1631番ワックス266-5521番へ参加申し込み書は5月2日から申し込み先または市ホームページで入手できます次は5月は 宅地防災月間、危険性のある宅地の所有者宅地造成工事中の事業者などに崖崩れや土砂流出による災害を防止するよう注意を促し宅地防災に対する意識の向上・普及を目的として月間中に巡回パトロールを実施します。 ご家庭でも次のような点について自宅周辺を点検し該当する場合は早急に適切な処置をしてください。1、石垣、溶壁に亀裂などが入っていたり割れ目から地下水が染み出している2、石垣、溶壁などの水抜き穴から うまく水が流れ出ていないな3地盤が沈下している4排水のための溝に泥などが詰まっている点検方法など詳しくは国土交通省または市ホームページをご覧ください問い合わせ先開発指導調整課電話2 1 4の4 番です次は第8回「脱メタボ・メタボ予防川柳」優秀作品決定今年1月に募集した「脱メタボ・メタボ予防川柳」のグランプリ「子どもグランプリ」など4作品をご紹介します。 表彰式5月21日日曜日午後1時30分から展示5月16日火曜日から24日水曜日佳作を含む入賞作品を展示場所はいずれも岐阜メディアコスモスドキドキテラスつかさ町 40の5「グランプリ」「贅肉が落ちて腫れ着がよく似合い」「田中義光」「市内在住」「現在長森中学校で教員をしています」「これまでの教え子たちの成人式の晴れ姿を思い読みました」 大人になった君たちに先生からお願いがあります。君たちの輝かしい人生は健康な体があってこそ、酒はほどほど、タバコは吸わないで、元気で長生きしてね。子供グランプリ、雪だるま、並んでみたらどっちかな雪だるま、福井、ィナ、 木田小学校6年生私はお母さんの作るご飯が大好きです。美味しく食べるために外で遊び、おやつの量は少しだけ我慢します。お父さん、この冬作った雪だるまに間違えられないように私と一緒に外遊びしようね。純グランプリ 体重計、祈る心も容赦なし。上村隆義、市内在住。少し動かしづらくなった足への負担を軽くするため、朝、昼のウォーキングを日課にしています。少しは減量できたかなと私の期待をよそに、 体重計は正直で手加減なし祈りながら体重を測る自分の姿を読みました準グランプリ鏡見て自分の姿君の名は高校生に戻りたい渡辺信久市内在住 子供たちとお風呂に入っているときに自分の姿を鏡で見て高校時代は何もしなくても体型維持できていたことを読みました今は大切な家族のために家族の力を借りながら脱メタボを意識した健康管理に取り組んでいきたいと思います問い合わせ先 国保年金課電話214-2083番です次はご存知ですか民生委員児童委員民生委員児童委員は皆さんがお住まいの地域において福祉に関する様々な相談に応じ行政や 関係機関をはじめ必要な支援へのつなぎ役として活動しています。民生委員、児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け、無報酬で活動しているボランティアです。また、その中には子供に関する悩み事を専門に対応する主任児童委員もいます。 困ったときは地域の民生委員、児童委員へお気軽にご相談ください。こんなときにはご相談を。高齢、障害などで生活に不安がある。家族の介護に不安がある。子育てに関する悩みがある。生活に困窮している。福祉サービスの制度、 窓口がわからない、など。相談したい場合は、民生委員、児童委員には、それぞれの担当地域があります。お住まいの地域の民生委員、児童委員がわからない場合は、お問い合わせください。なお、民生委員、児童委員には、守秘義務があり、相談内容が、 他の人に伝わることはありません。その他にも民生委員、児童委員は様々な活動をしています。支援が必要な人への見守り、声かけ活動、地域のサロンなど居場所づくり活動への協力、行政や地域の関係機関との連携、 協力など平成29年は民生委員制度創設100周年です民生委員制度は大正6年1917年5月に岡山県で創設された再生顧問制度をもとに始まりました 今年はその創設から100年の節目の年となります。民生委員、児童委員はその長い歴史の中で社会を取り巻く状況の変化に対応しながら住民の最も身近な相談役として地域に寄り添ってきました。問い合わせ先、福祉政策課、電話、 265-3891番です次は、中央卸売市場、中卸関連店舗の一般開放日時5月6日土曜日、毎月1月を除く第1土曜日に開催。 中卸店舗午前8時から10時ろ関連店舗午前7時から10時ろ場所中央卸売市場中卸店舗と関連店舗の協力店赤鍋新書2-5 売り切れ次第終了。仲卸店舗、水産物部が中心。関連店舗、野菜、果物、魚以外の品物を販売する精肉屋や菓子屋などを一般開放。新鮮な食料品などをお求めやすい価格で販売します。 中央卸売市場で開催1和歌山県産梅の漬け方体験会簡単にできる美味しい梅の漬け方、梅ジュースなどを学びます日時6月3日土曜日午後1時から3時店員30人1組2人まで 持ち帰り用の梅と容器をプレゼント申し込み先問い合わせ先岐阜中央製菓株式会社古川郵便番号500-8607赤鍋新書2-5電話272-3535番 月曜日から土曜日、祝日と5月10日水曜日を除くの午前8時30分から午後4時です。2、徳島県産らっきょうの付け方体験会、日時6月3日土曜日午後1時30分から3時、店員 20人、一組2人まで、自宅でつけるための楽器をプレゼント。申し込み先、問い合わせ先、岐阜中央製菓株式会社。番、郵便番号500-8607、赤鍋新書2-5、電話、 272-3535番月曜日から土曜日祝日と5月10日水曜日を除くの午前8時30分から午後4時です。3鳥取県産楽ッの付け方学習会日時6月6日火曜日 午後1時30分から3時、店員20人、1組2人まで、自宅でつけるための楽器と容器をプレゼント、申し込み先、問い合わせ先、議課岐阜製菓株式会社、小川、郵便番号500の 8603赤鍋新書2-5電話272-3718番 e メール gifusika e at mark msj.biglobe.ne.jp 月曜日から土曜日、祝日と5月10日水曜日を除くの午前8時30分から午後3時です。共通、場所、中央卸売市場、赤鍋新書2-5、対象者、市内及び 銀行在住の人参加費無料申し込み口座名代表者の郵便番号住所氏名年齢電話番号参加人数梅、落協に関する話題質問返信表面にも郵便番号 住所、氏名を記入して、往復はがき、3のみ E メールもか。で、5月20日土曜日、必着までに各申し込み先へ。申し込み者多数の場合は抽選です。問い合わせ先。 中央卸売市場管理事務所電話271-1341番祝日を除く月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分です次は5月は消費者月間です 毎年5月は消費者月間です。全国の消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育、啓発などの事業を集中的に推進しています。岐阜市消費生活センターでも、巡回型消費生活店、 本庁舎1階市民ホールや消費者講演会を開催します。消費者講演会インターネット楽しく使うための豆知識日時5月27日土曜日午前10時30分から正午場所 ハートフルスクエア G 大研修室橋本町1-10-23店員100人受講料無料託児手話通訳希望者は申し込み時に明記申し込み問い合わせ先5月15日月曜日筆着までに 郵便番号、住所、氏名、電話番号を、往復はがき、ファックス、E メール、または、直接、消費生活センター。郵便番号500、500-8856、橋本町、1-10-23。電話26、268-1067番。 バックス、二六八の、一零六六番。E メール、エス、ハイフン、エス、イーアイ、ケーッ、イーアイ、ティーエス、先着順です。余席があれば、当日も、受付か。 こんな手口にご用心、市役所職員などを装ってお金を振り込ませる詐欺が岐阜市で発生しています。これは還付金詐欺と呼ばれ、役所を名乗って、税金、医療費、保険料の還付など納めたお金が戻ってくるので、手続きのため ATM に行くよう電話をかけ、 携帯電話で ATM の操作方法を指示し、お金を振り込ませようとします。最近は銀行の ATM ではなく、なるべく人目につかない ATM コーナーを指定したり、手紙を送ったが返事がないので電話したという口実を使うなど、手口が非常に巧妙になっているので、 ご注意ください。出前講座悪質症法の対処方法などを楽しく学べる寸劇、腹話術、落語、手品、紙芝居、講話各20分から30分の出前講座を実施しています。老人クラブ、PTA、イきイきサロン、 自治会の集まり、仲良しサークルなど10人以上の集まりに伺います。希望日時、場所を希望日の3週間前までに電話で消費生活センターへお問い合わせください。岐阜市消費生活センターとは、消費生活に関するトラブルなどの相談を 専門の消費生活相談員が無料でお受けします。秘密厳守相談日時月曜日土曜日の午前9時から午後5時火曜日から金曜日の午前9時から午後7時毎月最終火曜日祝日の場合は翌日は 電話相談のみ休館日日曜日祝日年末年始相談先問い合わせ先岐阜市消費生活センター郵便番号500-8856橋本町1-10-23 ハートフルスクエア G1 階相談専用電話268-1616番です振り込め詐欺被害等抑止のため1通話録音装置を無償で貸し出します貸し出し期間貸し出し日から1年間 通話録音装置の無償貸し出しの人へのアンケート結果。不審電話がなくなった。減った。80%超。装置設置でとても安心できた。少し安心できた。90%超。 悪質電話防止機能のついた装置の購入を補助します。補助金額購入額税別の2分の1上限5000円対象機種1振り込め詐欺見張り隊新 117LFSM N1172、迷惑電話チェッカー WX07A3、その他同等の機能があり、市長が認めた装置電話機内蔵は除く共通、対象者、市内に住所を有する 65歳以上で次のいずれかに該当する人。1, 1、一人暮らし。2、高齢者のみの世帯。3、同居家族はいるが、日中は一人暮らし、または高齢者のみの世帯に該当する。申し込み。 申請書を消費生活センターへ郵送、または直接消費生活センターへ。申請書は本庁舎1階、市民ホール、各事務所、コミュニティセンター、または市ホームページで入手できます。案内。 視覚障害者のための転訳音訳ボランティア養成講習会内容日時転訳16月1日から来年3月の毎週木曜日26月9日から来年3月の毎週金曜日音訳36月7日から 来年3月の毎週水曜日。4、6月9日から来年3月の毎週金曜日。全29回。時間は、1は午後1時から3時。2から4は午前10時から正午。場所は、1と3は視覚障害者生活情報センター岐阜。住所、 梅川町2は児市福祉センター4は美濃加茂市障害学習センター対象者定員65歳までのボランティア希望者各20人受講料は無料です申し込み問い合わせ先は5月25日木曜日までに 電話またはファックスで視覚障害者生活情報センター岐阜電話番号263 13 1310番、ファックス番号266 6369番へご連絡ください。障害者向けパソコン講座基礎編。エクセルの基礎を学び、自分だけのカレンダーを作成します。 日時、6月1日、8日、15日、29日の各木曜日、午前10時から正午、場所、岐阜市民福祉活動センター、住所、都通り2-2、対象者、岐阜市内在住の障害のあるパソコンの持ち込みができる人、なお、 解除が必要または持ち込みが困難な場合は相談に応じます。定員10人受講料無料申し込み問い合わせ先は5月19日金曜日までに電話またはファックスで岐阜市障害者生活支援センター電話番号254-9204番 ファックス番号254-9205番へお問い合わせください先着順となります青い鳥郵便はがきを無償配布対象者重度の身体障害がある人身体障害者手帳1級2級と重度の知的障害がある人 療育手帳 A、A1、A2 配布内容通常郵便はがき1人20枚申し込み7月11日火曜日までに最寄りの郵便局で各手帳を提示し所定の用紙に記入してください代理人でも可能です郵送も可能ですなお詳しくは 日本郵便株式会社ホームページをご覧ください問い合わせ先は「日本郵便株式会社お客様サービス相談センター」「フリーダイヤル番です。電話何でも相談ライフサポートセンター岐阜のご利用を」労働・生活・ 暮らしの中の困り事など、何でも相談をお受けします。事前予約があれば面談も応じます。日時、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後5時まで、場所、問い合わせ先、ライフサポートセンター岐阜、住所、鶴舞町2の6の7、 ワークプラザ岐阜1階電話番号214-7300番です450春の陣信長公の文化に見て触れて食して楽しんでみませんか囲碁将棋ダブル決戦大盤解説会第72期本因坊戦 本因坊、井山優太、対、挑戦者、本木克也八段。日時、5月9日火曜日、午後1時から5時。10日水曜日、午前10時から午後7時頃。場所、岐阜グランドホテル。住所、ながら648。当日受付、参加費、 一日六百円二日間千円第七十五期名人戦名人佐藤天彦対挑戦者稲葉明八段日時五月十六日火曜日午後二時から六時三十分十七日水曜日午前十時から午後九時場所 歴史博物館住所大宮町2 1 8 1当日受付参加費一日600円2日間1,000円信長校おもてなし茶会春の野,野立日時5月13日土曜日午前10時から午後3時 雨天の場合は中止となります。場所、岐阜公園噴水前、住所、大宮町一、岐阜大学茶道部による野立茶会を行います。茶会に合わせて、琴と尺八の生演奏もご堪能ください。茶券、一石百円、当日販売のみです。 JA 岐阜協賛岐阜信長天下の楽市日時5月13日土曜日14日日曜日午前10時から午後5時場所河原町広場住所定外地内信長公が岐阜で行った楽市楽座にちなみ楽市を開催 インターネット通販サイト楽天市場から全国の人気お取り寄せスイーツや新たに開発した信長公戦飯の初披露各地で人気の武将隊によるパフォーマンスもお楽しみください公共交通機関でお越しください黄金のモンブランドートロールとろりポテト信長公戦飯 熊本城おもてなし武将隊神戸清盛隊名古屋おもてなし武将隊募集プロ棋士との迂回観覧ツアーの参加者募集第75期名人戦が行われる岐阜市で将棋のプロ棋士と岐阜長良川迂回を楽しんでみませんか 天候などの影響で、迂回中止の場合は、プロ騎士との食事会となります。期日、5月16日火曜日、集合場所時間、午後5時30分、迂回観覧船待合所前、対象者定員、中学生以上60人、参加費1万2000円、 弁当代を含みます。なお、迂回中止時は9000円となります。申し込み問い合わせは、公益財団法人、岐阜観光コンベンション協会で電話受付を行った後、送付される申し込み書に必要事項を記入し、5月10日水曜日筆着で郵送またはファックスなどで 公益財団法人、岐阜観光コンベンション協会、郵便番号500-8833、神田町1-8-5、共和工業ビル6階、電話番号266-5588番、ファックス番号266-5995番へお申し込みください。先着順となります。 最小最高人員は20人です。信長校千流コンクールの作品を募集。信長校または岐阜に関係のある千流を募集します。募集規定1、1人2区以内2、作品は自作未発表で、他に応募していないものに限ります。 類似作品も不可となります。3. 応募作品の訂正、差し替え、返却はしません。募集部門。小中学生の部、一般の部。募集期間。6月20日火曜日、必着まで。賞岐阜市長賞、各一人。信長校4 5丸特別賞、各一人。 優秀賞各20人。発表入賞者に通知展示は8月6日日曜日から31日木曜日表彰式は8月6日午後2時からとなりますハートフルスクエア G 交流サロン岐阜市役所本庁舎1階ロビーなお応募方法などは ハートフルスクエア G 岐阜市役所各コミュニティセンターほかで入手したチラシをご覧ください問い合わせ先は障害学習センター郵便番号500-8521橋本町1-10-23電話番号268-1050番へお問い合わせくださいなお イベントの内容など詳しくは、信長校450プロジェクトホームページをご覧ください。問い合わせ先は、実行委員会事務局、信長校450プロジェクト推進課内、電話番号213-0450番です。岐阜市の電話番号は26、265-4141。 ホームページアドレスは http://www.city.gifu.lg.jp。e-mail アドレスは soudan.city.gifu.gifu.jp です。 以上で広報岐阜2017年5月1日号を終わります。